この放送はキヤノン、日本勧業角丸証券、従来製薬、日本航空、NTT とご覧のスポンサーの提供でお送りします。昨日から始まりました全国高等学校柔道選手権大会、今日は女子の体重別チャンピオンと、それから男子無差別級の高校日本一を目指しての個人戦がここ文京スポーツセンターで行われております。女子の階級が全日本と同じ7階級に増えまして、それから新たに加わった男子の個人戦と、非常に見どころの多い大会になりましたが、この大会の解説、上村春樹さんにお願いいたします。上村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それから素晴らしいゲストをお迎えしております、女子選手の憧れだけじゃなくて男子選手の憧れの的でもあります山口香里さんです。山口さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、上村さん、今日は個人戦ということなんですけれどもね、明日は団体戦なんですが、また団体戦と違う面白さっていうのがこの個人戦ありますよね。そうですね、まあ、今回特にですね、まあ、高校で一番強い選手を決めるっていう無差別級の大会ですから、ね、非常にまあ興味深いですね。そうですね。それから山口さんには女子の方を中心にお話しいただくんですが、女子の場合はですね、柔道を覚えたてでいきなり全国大会出てきた選手とか、はい、あるいは日本のトップクラスの選手とか、いろんなバラエティに富んだ顔ぶれになってますね。そうですね、まあ、この大会ならではだと思うんですけれども、はい、まあ、その分面白いというか、興味の深い試合がたくさんあると思います。そうですね。さて、昨日は女子が準々決勝まで、それから男子が3回戦まで行われまして、各階級とも有力選手が順当にここまで勝ち上がってきておりますが、中でも注目される選手、まず女子の方から VTR で昨日のシーンご覧いただこうと思います。さて、48キロ以下のクラスの一番軽いクラスでは鈴木若葉選手が圧倒的な強さを見せました。ここは山口さん、江崎選手が、ね、出場の予定だったんですがね、はいはい、まあ、彼女が出ていれば当然決勝戦で当たったと思うんですけど、はい、残念です、はい、そして続いて泉霞選手が登場しました。56キロ以下のクラス、江崎選手と同じ高校のライバル同士なんですが、江崎の方が欠場なんで、この泉選手も頑張ってます。それからもう一人、羽賀智恵選手、東京代表です。こちらは56キロ以下のクラス、さらに61キロ以下のクラスでは北浦博子選手と、そして杉村英吾選手が素晴らしい勝ち方を見せております。この選手が杉村です。愛知県の同胞高校の、段位が2段ということで経験も豊富な選手。さらに66キロ以下のクラスでは大石愛子。山口さん、なんか急激に伸びてきた選手らしいですね。はい、昨年全日本で2位に入りまして、はい、急にここのところ強くなってきた。そうですか。そして一番重いクラス、72キロを超えるクラスでは松尾のり子選手が素晴らしい柔道を見せてくれました。2回戦から準々決勝まで全て一本勝ちで勝ち上がってきております。まあ、どれを見ましても、まあ、危なげない試合ぶりという感じがしましたね。そうですね、やはり強化選手に入っている選手は試合経験も豊富ということで、落ち着いた試合が目立ったと思います、はい、さて、それから男子なんですが、こちらも上村さん、有力と言われた4人の選手が勝ち上がってきてますね。そうですね、はい、まあ、順当に勝ってますね、はい、その4強の試合ぶり、昨日の VTR もう1回ご覧いただきましょう。まずその1人目は都城商業の徳永道郎選手。この徳永も全て一本勝ちです。
そしてもう一人が東海大相模高校の山田俊彦。1回戦3回戦を今朝がため一本勝ちで勝ち上がっています。特に寝技の強い選手、それから、まあ、この選手が優勝候補ナンバーワンと言ってもいいかもしれません。中村義雄選手、福岡県の東海大第五高校のキャプテンです。さらにもう一人、名門の天理高校の矢部直人。1回戦大外刈り、そして3回戦は払い腰の一本勝ちでこのベスト4にまで勝ち上がってきておりますが、ベスト8まで勝ち上がってきております。さて、それでは現在男子の準々決勝が行われていますので、早速これをご覧いただきましょう。男子ベスト8の対戦が行われております。左側赤い帯が見えますのが中木村明、兵庫県の市川高校の2年生です。1m78cm105kg。 一方が今 VTR をご覧いただきました山田俊彦、東海大相模高校の2年生、 1m81cm120kg。 大柄な両選手の対戦になりました。大外刈り一本、山田の豪快な技が決まりました。波に乗ってきてるみたいですね、昨日からね。そうですね、徐々に良くなってきてますね。はい、まず準々決勝の第2試合なんですが、山田俊彦、東海大相模高校が一本勝ちで準決勝進出を決めました。さて、この準々決勝の第2試合の前に行われました最初の試合ですが、ここは徳永が最後、これは合わせ技で一本勝ちということなんですが、今のは小外気味に、そうですね、はい、谷落としですね。谷落としですか。はい、順当に徳永もベスト4にまで勝ち上がりました。男子準々決勝の第4試合がこれから始まります。こちら側、赤い帯を締めているのが大槻健二、鹿児島工業高校の2年生です。そして右側、白い帯は天理高校のキャプテン矢部直人です。左側、大柄な大槻の方は 1m85cm120kg。 今体勢入れ替わって向こう側に見えるのが矢部直人、 1m83cm112kg。 まあ、無差別級とはいえ、やはり大柄の選手が上村さん上がってきてますね。まあ、あの体もいいですね、はい、もうバランスの取れた体をしてまして、はい、まあ、非常に将来的に、楽しみですね。大外刈り強引にいった待てです。いやいや右足を痛めましたか大槻。やめますね。今第4試合が終了しましたが、鹿児島工業の大槻健二が右足を試合途中で痛めまして、結局これは途中棄権ということですが、そうですね、かなりひどく痛めたようですね。あの踏ん張った時ですね、多分内側靭帯を痛めたんじゃないかと思います。はい、したがって奈良天理高校の矢部直人が準決勝進出を決めました。そしてこれが先ほど行われた第3試合だったんですが、あの足持ちを打ちに行ったところをですね、体をひねられて浴びせられてしまいましたね。優勝候補の一人中村がこの準々決勝で敗れました。これで男子のベスト4は都城商業の徳永、東海大相模の山田、和歌山北高校の坂部、そして、奈良天理高校の矢部と以上の4人に決まりました。それではこの後女子の準決勝をご覧いただきます。48キロ以下のクラス準決勝の第2試合です。目まぐるしく動き回っておりますが、今技を仕掛けていきました赤い帯が野崎美幸選手です。兵庫県の宿川学院高校の2年生、1m55cm。 画面の右側、白い帯が鈴木若葉です。埼玉県の川越女子高校の2年生。この2人の対戦は山口さん、はい、あの鈴木若葉選手の方に、まあ、一日の長があると言いますか。そうですね、はい、あの、まあ、あの試合経験も豊富ですし、
鈴木選手の方が有利だとは思うんですけれども、はい、鈴木選手もちょっと肘を痛めていたりですね、はい、まあ、イタリア遠征から帰ってきたばかりということで、調整がまあ不十分かと思うんですけれども。あ、そうですか、はい、山口さんが鈴木若葉選手ですね、はい、に練習をつけたりということはあるんですか。はい、まあ、つけるというか、はい、お互いで練習することもよくあります。なるほどね、はい、上になって攻めます鈴木若葉。昨年の福岡国際女子柔道では2位、そして全日本女子体重別でも2位ということは、まあ、江崎選手に敗れているということですよね、はいはい、そのライバルの江崎選手が今回欠場ということなんで、まあ、何が何でも優勝というふうに話しておりました鈴木です。一方その鈴木からポイントを奪いたい赤い帯の野崎、背負い投げに行きますがこれは効き目がありません。宿川学院高等学校の野崎由紀選手です。鈴木帯を持ちました。足を取っていきます野崎。寝技に持ち込んで腕を取りますか。抑え込みです。抑え込みが先制られました。早かったですね、はい、今のは。まあ、江崎選手が寝技が強いということですね、はい、彼女もかなり寝技練習しています。なるほど、江崎選手との対戦を考えて、はい、そしてこの鈴木も、寝技の力をつけてきているわけですね。そういえば2回戦は十字固めで一本勝ち、準々決勝は横潮固め一本勝ち、そして準決勝もがっちり抑え込みました。30秒経過しました。ここはさすがに貫禄を見せました右側白い帯の鈴木若葉。一番軽いクラス48キロ以下のクラスの準決勝の第2試合、右側鈴木若葉選手が一本勝ち決勝進出を決めました。56キロ以下のクラス準決勝の第1試合が始まります。左側から登場しました赤い帯の選手が長野県の松本湘南高校の1年生の泉霞選手です。白い帯は縦の千代美、大阪市立桜の宮高校の2年生です。昨年は全日本女子体重別で優勝を果たしました。さあその泉が技を仕掛けていきます。そして西ドイツで行われた世界選手権にも出場しております、まあ、超高校級と言っていいと思います。右側赤い帯の泉霞選手、対する縦野選手としてはどんなところをマークして注意していったらいいですか。そうですね、泉選手の場合は立ち技ももちろんですけれども、はい、寝技に力がありますんで、内股に行く、こらえる、こらえるがどうだ、ポイントになりません。まあ縦野選手としては立って勝負したいと思いますね、はい。まあ、泉の場合は学校では江崎と学年も同じ、クラスも同じということで同じ道場にも通っております。その江崎の方は今回出場しておりません。しかし先ほどの内股はよく立野もこらえましたね。そうですね、今度は締めに行っています。逃げた、逃げます。残り時間は30秒です。左から背負い投げ、逆に内股に行きます泉。ここまで全て一本勝ちで勝ち上がってきた泉なんですが、ここはポイントが奪えません。内股に足を取った、有効です。大内刈り、はい、大内刈りで足を取っていきました。最後試合終了直前に大内刈りで有効を奪いました左側この泉です。56キロ以下のクラス準決勝の第1試合は泉霞が
順当に決勝戦進出を決めています。56キロ以下のクラスの準決勝第2試合、残り試合時間は1分45秒です。有効以上のポイントともにありませんが、やや赤い帯の太田の方が積極的にここまで試合を進めています。静岡県池新田高校の1年生の太田赤い帯、向こう側の選手が東京修徳高校2年生の羽賀智恵です。場外ギリギリいっぱいのところですが待て、守備、もう一回潰れましたがこれはポイントになりません。真下になっている羽賀選手は、昨年全国大会で2位、そして強化合宿でもすでに決勝進出を決めている泉選手とよく練習しているので、はい、泉のことは知り尽くしているという話だったんですがね、その前に苦戦しておりまして大谷かなり攻め込まれていますが抑え込み入りましたか、入りました、横四方固めに抑え込んでいます太田、30秒経過しました、一本勝ち。1回戦2回戦でも抑え込みで一本勝ちをしてきましたこの太田直子選手、準決勝でも一本勝ちを見せました。強豪の昨年全国大会準優勝の、羽賀智恵選手を破って嬉しい決勝進出を決めました。66キロ以下のクラス準決勝第1試合が始まりました。赤い帯は愛知県の桜ヶ丘高校の大石、いきなり左の内股一本、対戦相手野崎の紹介をする前に一本勝ち、さすがに今伸び盛りという、ね、山口さんの話ありました、はい、昨年の全日本女子体重別で準優勝、これです。早かったですね。そうですね、始まって5秒ぐらいでしたね、はい、あっという間に決着をつけました。堂々の決勝進出を決めました愛知桜ヶ丘高校の大石愛子です。ここまではキャノン日本勧業角丸証券、中外製薬、日本航空、 NTT とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここからは富士フイルムとご覧のスポンサーの提供でお送りします。逆に内股に行きました山田です。山田は1メートル71センチの長身、八尾の方は1メートル63センチ、締めに行きましたか白い帯の山田、ちょっと無防備になってますね。あ、決まりましたか、はい、白い帯山田の送り襟締めが決まったようですが、あ、立てません、どうしましたか、大丈夫でしょうか八尾、まあ、ここまで来るとはまさか自分でも思わなかったという八尾、とにかく思いっきりやりますということですが、この準決勝では力を出し切ることができませんでした。東京駒場高校2年生の山田勝子選手、72キロ以下のクラス決勝進出を決めました。72キロ以下のクラス準決勝第2試合、背中が見えます白い帯坂田幸恵です。攻めていく坂田、熊本阿蘇高校の1年生、画面左側 赤羽美鈴選手、この赤羽選手は長野県の梓川高校の2年生です。
内股に行った。坂田の内股こらえます。坂田選手は、準々決勝でもとにかく内股で5秒で仕留めてましてね、はい、2回戦払い腰、3回戦内股、そして準々決勝内股というふうに得意技で一本勝ちでこの準決勝まで勝ち上がってきています。坂田白い帯、やはり重いクラスということで、豪快な技が目立ちますね。支え釣り込み足からバランスを崩して倒れた赤羽、それをそのまま抑え込みました。場外際ですが、これですとまだ大丈夫ですか。はい、大丈夫です。足をかけに行きました赤羽です。坂田が上になって抑え込む立ち技で準決勝まで勝ち上がってきました。坂田がここは抑え込みを決めますか。20秒すでに経過しています。今朝固めがっちり決めて決まりました。相手を崩して寝技に入るのが非常に早かったですね。今のはね、早かったですね。あの支えも良かったですね。はい、阿蘇高校1年生の坂田幸恵、見事な一本勝ちで72キロ以下のクラス決勝進出を決めています。個人戦女子で一番重いクラスの準決勝です。72キロを超えるクラス、左側赤い帯の選手が松尾紀子選手。もうこの選手は山口さん、はい、日本でもトップクラスの選手と言っていいですか。そうですね、重量級、まあ、日本の場合は、はい、こういうふうにバランスの取れた選手が少ないんですけれども、彼女の場合身長もありますし、はい、筋性が取れてますんで、これから楽しみな選手だと思います。そうですね、内股にいったが、これは一本場外際、相手静岡県の沼津市立沼津高校2年生の辻智美に場外際の内股で一本勝ち。大阪東海大仰星高校1年生の松尾紀子、さすがに昨年の全日本女子体重別2位の貫禄を見せました。あっという間にこの72キロを超えるクラス決勝進出を決めています。さて、いよいよ男子のこれから準決勝が始まるんですが、ここからは、もう一人山下康弘さんをゲストにお迎えして山下さんにお話を伺おうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この大会が今年10回目を迎えたんですけれどもね、山下さんの高校時代が終わってからですよね。そうです、まあ、非常に残念ながら私がもうここ卒業しましたから今大会できましたけど、そうですね、もしその頃にあったらもう山下さんの独壇場という感じだったと。いや、そんなことはなかったです。しかし男子の方は無差別級というのが今回できましてね、はい、これは選手にとって励みになるんじゃないですか。励みになりますね、私たちから見ても非常に楽しみですね、はいはい、さてその準決勝が間もなく始まろうとしています。男子個人戦準決勝第1試合が始まりました。左側赤い帯は徳永道郎、都の城高校のキャプテン、左から背負い投げに行きました徳永です。一方白い帯は東海大相模高校のキャプテン山田俊彦、ともに優勝候補に挙げられて、そして順当にここまで勝ち上がってきました。上村さん、この両者が、まあ、事実上の決勝戦というようなことを上村さん予想されてましたが、このですね、まあ、喧嘩四つなんですけどね、はい、非常に2人ともですね、自分の特徴を生かした柔道やってます。徳永の場合はですね、左から非常に柔らかい柔道、多彩な技を持ってます、はい、で山田の場合はですね、大きい体を利用した強引な柔道というのができますね、はい、左徳永道郎は都城商業の2年生、1m76cm で 108kg、 一方の右側山田の方は東海大相模高校の2年生、1m81cm、 120kg あります。体重では12kg、 山田の方が上回っているということなんですが、先に技を仕掛けていきます赤い帯の徳永です。山下さん、はい、白い帯の山田の方はですね、東海大相模、はい、まあ、東海大学でもよく練習をしている、はい、山下さんもよくご覧になって、あるいは指導されているんじゃないですか。そうですね、はい、たまに一緒に稽古することはありますね。どんな感じの選手ですか。
非常に賢いですね、はあ、そして体が柔らかいです、はいはい。まあ、賢いというのは柔道の上での賢さなんですが、学校の成績の方でも学年で3番ぐらいだそうですね。3番以内に入るそうで、非常に頭のいい選手です。なかなか柔道もうまいですね、はい。大内刈りに行く山田。森下さん、はい、石橋さん、林田監督にその辺を聞きました、やはり柔道のいわゆる強い選手で、成績がそれだけ良かったっていうのはね、山下さん以来だそうですよ。お、はい、そういう意味もあってこの山田が山下2世というふうに最近言われてるんですかね、山下さん。いや、勉強の方は私よりずっといいですね。あ、そうですか。柔道に関してはどうですか。まだ山下さんの域にはもちろん、まあ、達してはいないでしょうけれども、特に寝技が素晴らしいですね、この人は。寝技は私もやったことありますけど、なかなか体の浴びせがうまいですね。さて、4分間の試合時間すでに半分を過ぎておりますが、上村さん、まだここまでは大きな技は出ませんね。ありませんね。まあ、お互いにですね、はい、まあ、ここで勝てばですね、優勝が近づいてくるということで非常に慎重になってますね。もう少し攻めるときにですね、相手をよく崩して、まあ、連絡技をうまく使えばいいんですけどね、はい、ただまだ単発になってます。あ、まあ、豪快な一本勝ちというのもまあ楽しいんですけれども、これだけ強豪同士で力が接近してくるとなかなか難しいでしょうね。そうですね、まあ、お互い手の内分かってますからね、はい、そう簡単にはいいとこ持たさないし、技をかけさせてくれないですね、はい。さあ、山田の得意な寝技なんですが、上になって攻めるのは徳永です。徳永はこの準決勝まで全て一本勝ち。東海大相模高校林田監督です。集中力。放送席森下さん。はい、田畑さん。対するですね。はい、徳永さん選手なんですけれども。はい、背負い投げ。バランス崩した山田。左からの背負いは徳永。はい。今のようにですね、とにかく先に動いて、先に技を仕掛けろという有島監督の指示だったんですが。あ、そうですか。本人の方もこの試合はとにかく積極的に行きますと言っていました。はい、徳永選手はお父さんもつきっきりでかなり大きな声を飛ばして指導しております。小さい時からお父さんがもう手掛けられた選手なんですね。そうですよね。なかなかうまい柔道です。中学高校とずっとお父さんつきっきりで指導しております。徳永赤い帯、今さっき山田の方がかなりバランス崩しましたね。そうですね、はい、まあ、大きなポイントになりますね、はい、ここまで来ました。残り時間30秒を切って24秒。ちょうど背負いに入って残ったところですね、はい、その足を手で勝ったんですね。ああ、なるほど、はい。共に自分の学校は団体戦の方にも出場しておりまして、そして共にキャプテン。さあ、大きくリードを奪った徳永、鋭い顔になりました。厳しい顔です。残り時間はもうあとわずか。さあ、山田もポイントが欲しいところです。残り時間20秒。山田が技をかけに行く。大外刈りに強引に行く。今度は内股、こらえた。徳永がこらえました。さすがに屈指の超高校級と言われる両選手、激しい戦いですが試合時間終了。さあ、判定です。都城商業の徳永か、白が上がれば東海大相模の山田、赤2本が上がりました。都城商業2年生の徳永道郎、決勝進出を決めました。山田敗れました。男子準決勝の第2試合です。優勝候補の一人に挙げられている天理高校薮直人がすでに技ありを1本取っています。1つ取っています。大外刈りに行く。逆に返していった薮です。森下さん、はい、竹さん、近畿勢同士の対戦になってるんですがね、実は薮と坂部、近畿での対戦は全くないんですよ、はい。近畿の新人戦で優勝したのが薮、一方の坂部は3回戦でこの大会上位に進出しました兵庫市川高校の、中木村選手に敗れています。はい、さあ、残り時間は2分11秒です。
まあ、ヤブという選手が今攻めてますけれども非常にあの表情の柔らかい選手でどこに闘志があるのかなというような感じに見えるんですけどね、まあ、淡々としてやってますねこのヤブ選手は ね非常に技の切れる選手ですね、はい、払い腰内股とですね、はい、技ありを一つ取っているヤブです。奥襟を掴んだ。技をかけていきます坂部。右から一本背負いに行きました坂部です。四強と言われた選手のうちの一角が崩れました。東海大第五高校の中村義雄を準々決勝で下しました赤い帯の坂部孝之。大外狩りに行くがこらえる。坂部こらえました。寝技に持ち込みます、うん、入りましたね。あ、入りました。抑え込みに入りました。はい、縦潮固めに抑え込みました天理矢部直人。技ありを一つ奪っております。25秒で合わせ技一本ということですが15秒経過。ちょっと坂部の動きが止まりました。25秒経過しました。合わせて一本。優勝候補の一人奈良天理高校の矢部直人合わせ技一本勝ち。和歌山北高校の坂部を下して決勝進出を決めました。先ほどの払い巻き込みですね、この技で技ありを奪いました矢部です。したがって男子の決勝戦は都城商業の徳永と天理高校矢部の対戦ということになりました。この後女子の決勝戦をご覧いただきます。48キロ以下のクラスの決勝戦は一番右下鈴木若葉選手埼玉県川越女子高校と、そして左上江崎文子が、今回欠場ということでその2人下鈴木千鶴選手、静岡県の私立沼津高校の1年生、両鈴木同士の対戦になりました。さて女子の決勝戦が始まりました。一番軽いクラスです。48キロ以下のクラス赤い帯静岡沼津市立高校の沼津市立沼津高校の1年生鈴木千鶴です。そして今技をかけていった白い帯の方が埼玉川越女子高校2年生の鈴木若葉。鈴木同士の対戦になりました。左赤は沼津の鈴木、白い帯は埼玉川越の鈴木です。右側白い帯の鈴木若葉は昨年全日本女子体重別で2位、そして福岡国際女子柔道でも2位、ともに今回は棄権しておりますが、長野松本湘南高校の江崎文子選手に敗れております。常に、まあ、ナンバー2であっただけに今年この大会で江崎を破りたいという気合十分だったんですが今回江崎は棄権です。したがってもここは何としても優勝をしなければならないという感じになりました。鈴木若葉右側、はい、背負い投げ有効。鈴木若葉が有効を奪いました。鈴木若葉選手は得意技は一本背負いと、あと本人が口車って言ってましたがそれぐらいなんかおしゃべりな選手なんですか。そうですね、とても明るい選手ですね。あ、そうですか、はい、
放送席森下さん、はい、田畑さん、今その鈴木若葉選手が寝技に持ち込もうとしているんですけれども、まあ、やはり先ほどからそちらでお話がありましたように、最近はあの寝技の練習をかなりやっているそうなんですね。で、まあ、あの対その江崎ということもあるんですけれども、その肘を痛めていて、なるべく肘に負担をかけないように寝技の方にも磨きをかけたいということでずっとやっていたということなんですが、まだ監督さんからは1回で決められなければいけないということで、まだまだあの合格点はやれないけれども、どんどんこの技を磨いていってほしいということでした。そうですね。そしてあの若葉選手本人もとにかく頑張って優勝したいと、優勝できると思いますと言っていました。はい、ライバルが江崎いないだけに絶対優勝を狙っていきたいという鈴木なんですが、まず有効を一つ奪っております。鈴木若葉選手右側、左は静岡県沼津市立沼津高校1年生の鈴木千鶴選手、1m55cm です。2人ともちょうど同じような体型ですね。そうですね、身長同じ、体重同じ。こちらは静岡沼津の鈴木、左側有効一つ奪われています。10秒切りました。しかし技をかけていったのはリードしている若葉の方です。鈴木若葉、ここで試合時間終了です。昨年全日本女子体重別2位、福岡国際女子で2位に入っている右側白い帯の鈴木若葉、その貫禄を見せました。一番軽いクラス48キロ以下のクラス優勝は埼玉県川越女子高校の鈴木若葉に決定しました。静岡県52キロ以下のクラスは左側からは深川照子、大阪市立桜宮高校の2年生が勝ち上がりました。一方右側からは広瀬純子、東京修徳高校の2年生が2回戦から1回戦シードされて2回戦から登場して決勝に進出しています。52キロ以下のクラスの決勝戦が始まりました。赤い帯が深川照子、大阪市立桜宮高校の2年生、白い帯は広瀬純子、東京修徳高校の2年生です。左から背負い投げに行きました広瀬。広瀬は昨年全国大会に出場しましたが1回戦で敗れております。今年はついに決勝まで勝ち上がってきました。森下さん、はい、和田さん、その広瀬選手なんですが、去年1回戦で優勝しました阿蘇高校の小松由香選手に敗れてるんですがね、それ以来ずっとその小松選手とは文通を続けてるんだそうです。ああそうですか。で東京の予選で天野選手に勝った時も一番喜んでくれたのがこの小松選手だったそうです。で今回小松選手は腰の故障で出場できないんですが、その小松選手、そして東京で勝った天野選手の分まで自分は頑張りますということを話してました。そうですか。火曜日深川、白い帯広瀬は、まあ、将来は婦人警官になりたいということで、それなら柔道をやったらどうということでお母さんに勧められて始めたそうです。中学校の2年生から始めました。約3年半のキャリアがあります。広瀬払い押しに行った、場外際は有効です。深川場外ギリギリいっぱいのところ有効を奪いました。技ありに近い有効ですね。そうですね、はい、左大阪市立桜宮高校2年生の深川が場外際払い腰で有効を奪いました。残り試合時間あと2分です。ポイントを奪われました左側の広瀬。待てです。この深川は2回戦から登場、2回戦は払い腰で一本勝ち、
3回戦は僅差でしたが、準々決勝では今度は内股で一本勝ち。森下さん、はい、竹田選手はね、今日の調子につきまして昨日よりずっといいというんですね。そうですか。今日は軽量がありませんでしょう、はい、何でも6キロの減量が必要ということなんですが、その減量の心配がないんで今日は非常に調子がいいという話です。あ、そうですね。それから桜宮高校の現在キャプテンなんですが、はい、桜宮で柔道をやりたくて中学浪人をしてですね、桜宮高校に進学してるんですね。まあ、それだけ名門の桜宮高校は、この女子の個人戦5階級で大阪代表の座を勝ち取りまして全国大会に出場しております。内股に行く。もう時間が30秒を切りました。広瀬の方も時間がありません。攻めたい広瀬、白い帯。こちら広瀬の方は東京の女子柔道の名門修徳高校。投げていったがこれはどうだ、これは不十分です。右からの一本背負い。さあちょっと時計の方を気にしました。左側の深川です。優勝目前、試合時間終了。ガッツポーズが出ました。深川中学浪人した甲斐があったという感じです。有効を一つ奪いました。大阪市立桜宮高校2年生の深川照子、52キロ以下のクラス優勝です。先ほどのこの技です。さて56キロ以下のクラス決勝に勝ち進んだのはまず一番左上、1回戦をシードされておりましたが、さすがに貫禄を見せました。昨年の全日本女子体重別でも優勝を飾っている泉霞。そしてもう一方のサイドからは、右下から3人目の選手です。太田直子選手が決勝進出を決めました。その太田が今右から上がってきました。そして左、赤い帯を締めております。今画面では右になりました。泉です。受けて立つ感じになった赤い帯の泉、胸を借りるという感じの太田直子です。白い帯、森下さん、はい、石橋さん、この泉が通っている松島道場の松島コーチに今日のこの泉の調子聞いてみたんですがね、一言、調子がよくありませんということなんですよ。というのはこの女子の高校柔道のレベルが、ね、いくら上がっているとはいえ、やはり全日本チャンピオンなんだから、その一発で決めるような柔道をしてくれなければ困ると、かなり厳しい表情でしたよ。そうですか、はい、その辺のことは泉自身もかなり厳しく言われているようなんで、ま、昨日は全て寝技で一本勝ちをしてきましたが、今日の準決勝では苦戦しました。有効のポイントを奪ってこの決勝戦に進みました。上になって攻める泉、一方の下になっている白い帯の太田直子も、先ほど準決勝では昨年全国大会2位に入っている羽賀智恵を下して決勝進出。羽賀を寝技で抑え込んで一本勝ちで勝ち進んできました。太田です。泉選手は今日は寝技に入ってからの決めがもう一つですね。あ、残り1分23秒です。昨年は西ドイツの世界選手権にも出場しています。赤い帯の泉、もう一人の、ライバルといいますか、同じ道場に通っています江崎の方が今回は出場しておりません。まあ、松島館長の話ですと、どちらかというと江崎の方は天才型で、この泉の方は努力型というようなことをおっしゃってましたが、はい、そんな感じは強化合宿などを見てましても感じますか。そうですね、派手さはないんですけれども、コツ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 努力するタイプですね。非常に練習熱心な選手らしいですね、はい、ですから去年の優勝は本人も嬉しかったでしょうし、松島先生も非常に嬉しかったんじゃないかと思います、はい、その泉が、まあ、同じ高校生ではありますが、同じ1年生の太田を相手にまだポイントが奪えません。決勝戦56キロ以下のクラス、なかなか太田選手粘り強い、そうですね、はい、
まあ、やはりさすがに泉の方が終始攻め込んではいますけれども、ポイントを奪われておりませんが、腕を取りに行った、関節技に行くか、あるいは抑えるか、ここからの決めですね。あ、抑えに入りますか。入った、縦潮固め、あっという間に入りました。江崎、え、泉です。また足を絡めに行きました。太田解けました。一旦は抑え込んだんですが、ここで解けました。しかし試合時間が終了、まあ、これは終始攻め込んでいった泉の方がかなり優勢だったと思うんですけどね。はい、そうですね、やはり泉選手のペースで終わったと思います。はい、判定は赤が2本上がりました。今年1年生になった泉霞がこの高校女子柔道56キロ以下のクラスを堂々と制して優勝を飾りました。61キロ以下のクラス、これから決勝戦が始まりますが、決勝まで勝ち上がったのは一番左上の北爪博子選手、準決勝では、優勝候補の一人だった城島直美選手を下しまして決勝進出、そしてもう一人も、これも優勝候補の一人です、1年生ですが一番右下の杉村秀子選手、昨年優勝の小竹選手を準決勝破って決勝進出です。女子61キロ以下のクラス、いよいよ決勝戦です。左から北爪赤い帯、右から杉村白い帯、これは山口さん面白い試合になりそうですね。はい、そうですね、2人とも勝ち気な選手ですので、はい、激しい試合になると思います。技のキレも2人ともあるんじゃないですか。そうですね、同じようなヘアスタイルしておりますが、赤い帯の北爪の方は1メートル55センチ、そして白い帯杉村は1メートル61センチ、上背では杉村が勝っております。背負い投げ、北爪、今のはまだ不十分ですか。そうですね、白北爪の背負い投げですがポイントにはなりません。ややしかし優勢に試合を進めます。赤い帯北爪、やや左側北爪の方がここまで有利か。残り時間25秒、61キロ以下のクラスの決勝戦です。大きく気合を入れました。背負い投げ北爪こらえる、動きが一瞬止まりました。上が杉村です。残り5秒で待て、最後北爪が背負い投げに行ったところで試合時間終了です。61キロ以下は大接戦です。旗による判定、赤は左北爪、白は杉村、右側、判定は赤2本。群馬県時和高校1年生北爪博子がこの女子61キロ以下のクラス優勝を果たしました。愛知県桜川高等学校、女子66キロ以下のクラス決勝戦まで勝ち上がったのは一番左上、1回戦をシードされておりましたが、その後も順当に勝ち上がりました大石愛子選手、そしてもう一方のブロックからは、真ん中やや下になりますが多田尾優子選手、山口県の桜ヶ丘高校の1年生が勝ち上がってきています。66キロ以下のクラス決勝戦です。左大石愛子優勝候補ナンバーワン、右側山口桜ヶ丘高校の1年生多田尾優子です。大石は愛知桜ヶ丘高校の2年生、同じ桜ヶ丘高校、内股は一本場外際、
これはまたあっけない決着になりました。準決勝と同じような、そうですね。今のはしかし柔らかい感じで忠雄選手が飛んでいったんで、もう場外ということで力を抜いたということはないでしょうが、うまく相手の状態を誘って、はい、本当に軽く技をかけて相手もこう軽く飛んでいきました。大石愛子、見事な内股であっけなくと言いますか、圧倒的な強さでこの66キロ以下のクラスを制しました。この後引き続き女子の決勝戦の模様をご覧いただきます。72キロ以下のクラスの決勝戦ですが、左側のブロックから勝ち上がったのは山田勝子です。東京駒場高校2年生、1回戦2回戦3回戦それから準決勝を一本勝ち。一方反対側のブロックは坂田幸恵、熊本阿蘇高校の1年生、2回戦から登場しまして準決勝まで全て一本勝ちで決勝進出です。72キロ以下のクラス決勝戦が始まります。こちら東京駒場高校2年生山田勝子です。1メートル71センチあります。長身。体勢入れ替わって左側になりました。白い帯が坂田幸恵、熊本阿蘇高校の1年生。大内刈りに行ったがそれを返しに行った。胴体のような感じで倒れましたが、山口さん今のはどういう感じに見たらいいんですか。大内刈り行ったところを返した形になりますね、はい、坂田選手の方が、はい、しかしポイントの上では差はつかない感じ、胴体で倒れた感じですね。いや有効を、主審がそうですか、はい、失礼しました、坂田の方が返し技で有効を奪ったということですね、はい、ちょっと山田のそうしますと、お家が強引な感じがあったんですか。そうですね、足だけになってしまって状態が効いてなかったんじゃないかと思います、はい、開始早々山田の方が仕掛けていった大内刈りを坂田が返して有効を奪いました。まあ、大内刈りというのは返されやすい技でもあるんですけど ね、はい、そうですね。もう一回しかし掛けにいった内股、坂田得意の内股が出ましたが潰れました。準々決勝では内股で村井選手を5秒で仕留めています坂田幸恵。ここで待て、女子72キロ以下のクラスの決勝戦、試合が再開されました。残り試合時間今ちょうど1分です。開始早々に白い帯の坂田の方が有効を1つ奪いました。相手山田のかけてきた大内刈りを返していきました。また今度は山田が大内刈り、そして潰した、待て待てです。今抑え込みの体勢に入ったところで待て、山田はなんとなく攻めあぐんでるというか惜しいところが多いですね。そうですね、技はかけるんですけれども、はい、手が効いてないような感じがしますね。足だけ入っているような感じですね、はい、もう少し状態を、今もそうですね、技に入る体勢は出来上がるんですけれどもね、はい、まあ、しかし積極性は山田の方にあっても有効効果で一つ坂田が取ってますから、はい、少なくとも有効以上のポイントが欲しいところ。あーっとまた返された山田。残り試合時間20秒、待てです。少し坂田の方もしかし動きが止まっています。受けに入っています。内股に行く、潰れた。もうちょっとのところで不十分。ここで試合時間終了です。終盤は積極的に攻めていった赤い帯の山田ですが、序盤に取られたあの有効が効きました。序盤に奪ったポイントを守りきりました。右側坂田幸恵、女子72キロ以下のクラスは、熊本県阿蘇高校1年生の坂田幸恵が優勝しました。次の試合は72キログラム超級決勝戦、72キロを超えるクラスの決勝戦、勝ち上がってきたのは左サイド松尾紀子選手、
1年生ですが、とにかく2回戦から登場して準決勝まで全てを一本勝ちで勝ち上がってきました。一方反対側のブロックは五十嵐純子、こちらは2回戦から登場、2回戦3回戦準々決勝までは一本勝ち、その後は僅差で決勝戦に勝ち進みました。一番重いクラスの2人が登場しました。決勝戦を戦うのは左側赤い帯が松尾のり子、大阪東海大仰星高校の1年生、白い帯向こう側は五十嵐純子、北海道三愛女子高校の2年生です。左からまず技を仕掛けていきました。赤い帯の松尾、松尾の方は昨年の全日本女子体重別で2位、山口さんの後輩の、筑波大の坂上選手に敗れたそうですね。はい、まあ、しかし大差はなかったんですけれども、あ、そうですか、はい、勝者の、まあ、ただ伸び盛りの選手ではあります。そうですよね、高校1年生ですから、まあ、どんどんと強くなっていると思います。山口さん、はい、積極性では松尾も五十嵐もともに技をかけていくんですけれども、まだ相手を崩すところまでいきませんね。そうですね、まあ、この2人もよく研究してるんじゃないかと思いますけれどもね、まあ、しかし必ず決着をつけるわけです。残り試合時間が50秒、はい、今までのところはどうご覧になりますか。そうですね、やはり前半は五十嵐選手で、はい、ここに来て松尾選手が良くなってきましたね。今も場外にはなりましたが攻めていった松尾、やはり松尾選手はあの試合経験がありますので、はい、あの試合の勝ち方っていうのも心得ていると思いますのでね、やはり後半になるとどんどん技が出てきました。松尾選手は小学校3年生の時から警察官のお父さんに柔道を教わったということです。内股に行く五十嵐、五十嵐も小学校の2年生の時から柔道を始めまして、大会前にはお父さんが練習相手をしてくれるそうです。同じような、感じで柔道を始めてきたこの両選手、赤い帯が松尾です、左白い帯五十嵐、試合時間も15秒になりましたがポイントがありません。今のような下がり方は良くないですね。もう残り12秒ということなんで微妙な判定になりそうですが、積極的に出ていく松尾が積極的に出てきました。さあもう試合時間がありません。さあ判定は赤が2本上がりました。残念そうな五十嵐なんですが、松尾がやはり貫禄を見せました。大阪東海大仰星高校1年生の松尾のり子が一番重いクラス72キロを超えるクラスを制しました。次の試合は男子決勝戦、さていよいよ男子の決勝戦が始まりますが、まず左側のサイドからは徳永道郎、優勝候補の一角に挙げられておりました徳永が先ほど山田を下して決勝進出。一方右サイドは奈良天理高校のキャプテンが意地を見せました。矢部直人が先ほど坂部を下しまして決勝進出を決めました。いよいよ男子の決勝戦が始まりました。左側赤い帯は徳永道郎です。宮崎県都城商業の2年生、鋭い目つき。一方こちらは淡々とした表情ですが天理高校の2年生矢部直人、これは本当に面白い決勝戦になりました。力が入ります。左に組んでいく徳永、内股に行く、払い腰に行きます。今度は大内刈り、激しく技をかけていきました天理の矢部です。右対左喧嘩四つになりましたね、野村さん。そうですね、はい、まあ、あのこの喧嘩四つの場合はですね、いかにして引き手のいいところを取るかっていうのがかなり勝負の分かれ道になるんですね。
森下さん、はい、このあたり決勝を前にした天理高校の野村監督は薮選手に対して、戦うのは薮お前一人なんだと、ただ団体戦よりは気分的には楽なはずだ、激しい引き手の取り合いになるだろうけれども、はい、相手の体落としには気をつけろ、はあ、というふうな指示を与えましたね。あ、そうですか。それに対して薮選手はですね、徳永選手の印象に対して、うまいし強いしやりにくいですわという本当に正直な答えが返ってきました。あ、そうですか。体落としに気をつけろということですが、徳永が前に出ていきます。徳永がしかし厳しい目つきをしてますが、薮の方はなんかこう柔和な感じで、なんか山下さんのことをちょっと想像したんですけど、山下さん、はい、山下さんも、相手からするとそういう意味でやりづらいタイプだったような感じするんですけどね、柔和なね。いやいや、僕は逆ですよ。そうですか。なんか相手を殺すような顔してるっていう風に試合の時に言われましたね。あ、怖いと。あ、だから普段と試合と全然顔が違う。はいはい。やっぱりあの優しい顔してる選手というのはしかし相手にしてみるとちょっとつかみどころがないような気もするんですけどね。今は厳しい顔で試合に臨んでいるのは徳永の方です。森下さん、はい、田畑さん、その先ほどから徳永選手 その目つきの話なんですけれども、実は徳永選手視力が 0.08 しかないんですね。ですから眼鏡を取りますと目の前の人間の顔もあまりよく見えないそうなんですけれども、試合になりますとなぜか顔が見えてくるというんですね。先ほどの準決勝でも山田選手の顔は非常によく見えていたということです。そしてまたその山田選手の話も聞いてきたんですけれども、敗因は常に先に行かれたのがやっぱりまずかったということですね。うまい柔道を取る選手だと徳永選手を評価だっていました、はい、残り2分24秒です。赤にしろ、赤にしろ、赤にしろ。その鍵を握るその引き手が両選手とも取れないようですね。そうですね、はい、まあ、お互いにかなり決勝ということで慎重になってます、やっぱりここでですね、ヤブも前にどんどん出ていかないといけないですね。そしてやっぱり一発でかけるんじゃなくて、やっぱり大内刈りとか再次構えして崩して、それから大技に持っていくと。上になって締め技を狙っていくのが天理の薮。前半は薮の方が積極的に攻めていきましたが、ややここへ来て徳永の方がまたちょっと押していきます。残り1分30秒を切りましたが、先ほど下になっている徳永は、山下さん、はい、後輩の山田選手をね破ってこの決勝に上がってきたわけですけれども、はい、その時の印象どうですか。そして今の試合ぶり、徳永は、徳永選手昔からですね、はい、非常に注目して見てたんですけども、やはり非常に試合が上手ですね。あ、はい、それからやっぱ相手の弱いところをうまく攻めますね。これやっぱ柔道で非常に大切なことです、はい、薮のそのあたり弱いところ、今対戦している薮の弱いところというとどんなところでしょう。ただこの試合ではですね、なかなか自分のいいところも持たせてもらえないですね。あ、そうですね。徳永選手なかなか組み手うまいんですけども、相手もその十分知ってますからね、はい、まあ、その辺はさすがに全国大会5回の優勝がある名門天理のキャプテン、白い帯薮バランスをちょっと崩した徳永です。1分を切りましたがまだポイントは奪えません。気分的には徳永選手が前に出て押してるんですけど、バラの風で薮選手が多いですね。もう一つポイントが、あるいは主審にアピールするような技が欲しいところ。その上村さん、積極性と技の数っていうのは判定ではどうなんですか。やっぱり技の数の多い方がですね、どうしても優勢に見られがちですね。あ、そうですか、まあ、とすると薮の方が今やや有利か。しかし分かりません。残り30秒、もう少し組み合った方がいいですね、はい、お互いに組まないまま技を蹴ってます、ね、内股に行った徳永、まあ、しかしこれはうまくこらえています。バランスを崩すほどでもありませんでした薮。まあ、団体戦と違いまして、ここはもう自分たちで1対1の戦いですからね。そうですね、本当は思い切ってできるんですね、はい、残り12秒、内股徳永、
ジャブも技を仕掛ける。さあどうだ、場外際での攻防ですが時間がありません。試合時間終了。徳永が小さくガッツポーズを見せました。左徳永、赤が上がればこの徳永、白であれば天理やぶ、判定は白が2本。天理高校キャプテンやぶ直人、悔しがります徳永です。こちらは優勝が決まってもそれほど表情変わりません。やぶ、徳永敗れました。男子個人戦の決勝戦、力のこもる大接戦でしたが、天理高校の藪直人が都城商業の徳永道郎を破って優勝を決めました。放送席、優勝しました天理高校の藪選手です。おめでとう。ありがとうございます。第1回の、ね、無差別のチャンピオンになりましたよ。ありがとうございます。今の気持ちはどうですか？嬉しいです。決勝を前にしてね、徳永選手やりにくいという正直な話を藪君してましたけどもね。相手はやっぱり組み手が上手いし、よく動くし、やりにくかったです。戦ってみてその徳永君の力どうですか？やっぱり想像しとった通りです。それと今年第1回の無差別の大会なんですが、大会前から狙ってましたか？一応狙ってました。やりましたね。そして今日は個人戦、いよいよ明日は団体戦なんですが、はい、今度はキャプテンとしてみんなをまとめていかなくてはなりません。はい、この個人戦の優勝を軸にして明日の団体戦も頑張りたいと思います。武道館でも頑張ってください。おめでとうございました。見事無差別で優勝いたしました天理高校藪選手に話を聞きました。放送席森下さんどうぞ。まあ、苦手意識のあった徳永選手に勝ったというのは藪選手にとって大きな自信になりそうですね。そうですね、まあ、技も切れますしですね、はい、積極的に出れると、まあ、将来楽しみな選手です、はい。まあ、これからですねぜひ連絡技、大内刈りからとかコスト刈りからとか、そういう技を身につけてほしいですね。はい、山下さんはどうですか？今日ご覧になって一番印象に残った選手、あるいは印象に残ったこと。そうですね、やはりこの決勝に残りました徳永君と藪君、この2人が印象に残りましたですね。はい、あ、そうですか。はい、将来の山下2世なってくれるといいですけどね。その可能性は、まあ、十分あるんじゃないですか。そうですか。はい、さて山口さん、はい、女子の方は接戦が多かったですね。そうですね、はい、まあ、結果を見ると順当勝ちだったんですけれども、その中に新しい選手がよく頑張ったと思います。はい、中では大石選手が本当に素晴らしい柔道を見せてくれました。そうですね、はい、期待できます。はい、さて上村さん、明日はいよいよ団体戦ですけれども、団体戦見どころどんなところになりますか？今連覇中のですね、はい、世田谷学園を中心にですね、天理高校、それに東海大相模、それと東海大五高、この4校がですねかなり力接近してます。はい、非常に楽しみな試合になってくると思いますね。そこのチームのキャプテンが今日の個人戦でもいいところを見せてましたからね。そうですね、やっぱり軸となる選手たちがしっかりしてますから、はい、非常にやっぱ面白い試合になると思います。はい、今日解説は全10連強化ヘッドコーチの上村春樹さん、それからゲストには山下康弘さんと山口香里さんをお迎えしてお伝えしてまいりました。上村さん、そして山下さん、山口さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さて明日は男子の団体戦が行われます。まあ、柔道選手たちにとっては憧れの日本武道館で、行われるんですが、どんな選手が活躍しますか、この辺もお楽しみいただきたいと思います。それではこの辺で失礼します。さようなら。